回転ガラガラ。いやー、せつなけすけだよ。今回はね、スマホアプリのゲーム、なんとかテレビショッピングっていうゲームをやっていきたいと思います。このゲームはね、商品とゲストとスタジオを自由に決めて自分だけのテレビショッピングができるっていうゲームでです。どうでしょう、どうでしょうか。これはなんかそのシュールな感じの方、ちょっと興味を持ってちょっとやっていきたいと思います。はい。はあ、お笑い芸人を始めてもう5年ですか。今日もまた滑り倒した。トークには誰にも負けない自信があるんですが、お前どっちかって言ったらトークよりも一発ギャグで笑いを取るタイプの見た目しとるけどな。何か簡単に有名になるいい方法があれば。なんか探してるな。なんとかテレビショッピング有名になれるチャンス。あの大人気番組が復活。あなたの力で番組を作り上げてみませんか。テレビショッピング、あ、それはいいけどさ、お前お前のチャームポイントっぽい帽子投げ捨ててもいいのかお前。これに出演して有名になればファンからモテモテの有名人になれるはずです。よし、早速テレビ局に行きましょう。おい、チャームポイント置いていとるよお前。あ、普通のサラリーマンになっとるだよお前。あー、やっと来てきた、そこのメガネ君。よし、合格。どこに合格の要素があるのだ。え、いきなり？いきなりって思うじゃん。でもテレビ業界ってそういうんじゃん。ほうなんかな。そうなんですね。時間も押してるし巻きでいっちゃうじゃん。じゃあとりあえずぶつけ本番でやってみるじゃん。なんとかテレビショッピングを担当して放送してもらうからよろしくじゃーん。滑っている。まあなんとかなるでしょう。習うよりなれるってことがこの業界のルールじゃん。はい、これが業務内容じゃん。番組はアドリブでやるじゃん。じゃんじゃん、うれしいなこの人。ようこそなんとかテレビショッピングへ。流れはテレビショッピングオンエア、商品を売ろう、売り上げノルマを達成してオンエアレベルを上げようって感じらしいです。シンプルやな。とりあえず商品とゲストはこっちで用意したじゃん。困ったら好きなだけ使っていいじゃん。ミラクルソイサプリ、なんかすごいうさんくさいな。あとハリボテってゲスト呼べてねえじゃねえかお前。とりあえず立たせとこうみたいなやつがおるやないお前。そんなんでいけるんかなこの番組、不安だらけやな。まあいいや、オンエアか。はい、ここで番組の構成を決めれるじゃん。さっき渡した商品とゲストでやるじゃんよ。とりあえず商品はお任せでやるじゃん。オッケー、はい。ゲストもお任せでやるじゃん。はい。スタジオもお任せでやるじゃん。はい。決めたらオンエアするじゃんよ。オッケー、やるぞこら。開始。これアメトークだろ。アメトークの時に出てくる虹だろお前。いいんかこれ。今回のゲストはこの方です。どうぞ。出た、出落ち。トーク膨らませれてないじゃないか。そりゃそうだ、ハリボテだもの。さて、今回紹介したのはこれ。自分のセンスに任せて商品をアピールするじゃん。アピールポイント、キャッチフレーズか。そうやな、世界が注目じゃ。世界が注目して言うたらなんか豪華感あるやん。およし。で、奇跡の柔らか素材のオーガニックだ。オーガニックってどういう意味なんこれ。なんかオーガニックっていい意味っぽい気がするけど、これにしとこう。これ世界が注目、オーガニックなミラクルソイサプリのご案内です。なかなかいいじゃん。あ、よかったんじゃ。オーガニックってどういう意味だったんだろう。なんといっても世界で注目されているのがこのミラクルソイサプリ。有名人や世界の著名人なども愛用しているとの
ブログ記事が多数上がっているほどの商品なんです。これで任せなんだろうな。この商品のこと一切知らんもん。パッと渡されたもんな。普段使うものだからこそ、体に優しいのは嬉しいですよね。だからこそ、今求められているのは、オーガニックな商品なんです。オーガニックってどういう意味だ？では、こちらの商品、何がすごいのかをご覧ください。実演、センスある感じで。家具、食べる、巻く。食べるはわかるけど、巻くと家具なんな。とりあえず初期が、初回やけんさ、もう、王道な食べるでいくけど。おい、よっしゃあ。飲みやすい錠剤タイプで、一日必要な野菜の3倍分のタンパク質が摂取できます。まさに忙しい現代社会人にうってつけの商品でございます。やるじゃん？なんで疑問系やねん。なんでお前疑問系やねん。普通にちゃんとやるようだろ、お前。わ、視聴率 41% ってすごいな、お前。年末特番みたいになっとるやん。それでは実際に購入していただいた方の感想を聞いてみましょう。あ、そういうのもあるんじゃ。商品に似合うやつを選ぶのがコツじゃん？あとはセンスじゃん？そうか。栄養がどうのこうの言ったもんな。だとしたら56歳で栄養がなかなか取れんような年の方がいいんじゃないかな。こういう人が選んだみたいな。普段ちょっとしたことでイライラしていたんです。そんな中、テレビショッピングでこれと出会ったんです。最初は半信半疑だったんですけど、だんだん調子が良くなって、自然とイライラすることもなくなって、調子が良くなったんです。いいや、エクセレントエクセレント、センスあるじゃん。よっしゃー、いいぞこれ。視聴率高いな、 61% こんなパーセンテージ出した番組が過去にあっただろうが。すごく満足していただいてますね。今回はこの番組をご覧のお客様に限り、さらに、あ、おまけも決めていいんじゃん、これ。どれどれ？木こりの斧とか物騒やな。こんなん付けられて何使うねん。誰か襲いに行くんかみたいな感じになってる。はい。今から30分限定でこちらの木こりの斧をお付けいただきます。ミスマッチ。それ反応、そんな反応なるわな、ハリボテでなくても。はい、ご注文の際には、なんとかテレビショッピングを見たとお伝えください。それ何に使うね、すごい、すごくはない、すごくはないぞ、お前。任せてください。今回頑張らせていただきました。なんと破格の500円でのご提供。安いのか高いのかわからない。さらに、分割手数料は我が社が負担いたします。その他疑問、質問等がございましたら、お気軽にお電話ください。お問い合わせはこちらまで。ゼロ。はい、ね。今回はハリボテさんと私、岡田でお送りいたしました。それではまた次の放送でお会いしましょう。誰だね？おー、お、お、お。最後ちょっと商品のところで、お付きの商品のところで、ちょっと横にあった。ポーンってなんだ、ポーンってなんだ。どれどれ、ノルマ達成まで近いぞ、これ。こんな感じで放送するじゃん、簡単っしょ。確かに。いい感じにできたと思うよ、今回。放送した商品はしばらく入庫待ちのせいで使えないじゃん。そんな時は別の商品を用意して放送するじゃんよ。じゃあ、メガネくん、頑張ってじゃんじゃんバリバリ稼ぐじゃん。おっしゃー。僕はこれから、歌舞伎町で仕事あるじゃん。じゃあ行ってくるじゃん。バイビー。ワッフル。じゃあやるか。お前、歌舞伎町で仕事じゃなかったんか。お前まだおるん、お前。パリ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 って。皆様こんにちは、司会の岡田です。今回のゲストはこの方です。どうぞ。どうもー、家電芸人の伊藤っすー。あ、家電芸人だったんだ、これ。この人芸人だったんじゃ。アホーな。家電芸人に包丁の
校長の時に出さすんじゃミスマッチやな。さて今回ご紹介したのはこれ、人工工学に基づいて設計された、弾ける弾けるって、食材が弾けるかな、食材が弾ける、人間工学に基づいて設計された弾けるオリジナル万能包丁のご案内です弾けるって何やねん、嘘、何が嘘だ人間工学にも基づいて設計されたのがこちらのオリジナル万能包丁。去年グッドデザイン賞を受賞した安心と信頼の商品でございます。口の中に入れた瞬間に弾けるようなどういうことだ新鮮なオリジナル万能包丁の味をご堪能ください口の中に入れた瞬間弾けるようなって、それ中が切れとんじゃないか切れ味抜群で多くの食の間で話題になっています。うおー、実は僕自炊ハウス使いやすそうですね。マジかお前自炊するんじゃん、よかったでお前包丁の時に呼んでもらえたよお前。硬い食材も豆腐のように切っていけるんですよ。ではこちらの商品何がすごいのかをご覧ください。どうぞね、パフォーマンス、切る切る投げる切る切る投げるってちょっと包丁投げたらあかんだろお前。でもあえて投げてみたいわ。おい、このように投げる公園でやるなお前、公園でお前周りの子供の目線がやばいぞお前不審者じゃお前このように投げても安全なゴム製の素材でできております。いや、お前が危険に見えるわお前ゴム製なのでサビにも強く、お手入れも楽、野外でもお気軽にお使いいただきます。いや、使わないでください、やめてくださいお前危ない人には見えんわお前また3歳以下のお子様にもお使いいただける安全な設計となっておりますそりゃバッドじゃん、そりゃいらんかん投げられたそれでは実際に購入していただいた方の感想を聞いてみましょう。なんだね右下、右下すごいいかつい収まるぞお前気になる、この人にしよう、どうだろうおい後ろお前、後ろ極道やないかお前今になって思う、この包丁を握っていれば己の人生は変わっとったんじゃないかって。昔は料理になるのが夢だったんですよ、ええ、だけど今はこんなんです。はあ、笑おうてください。笑えるかお前笑ってる笑ってるみたいな、本当軽いなノリがお前なんだかんだよくわかりませんが喜んでいただけているようですね。今回はこの番組をご覧のお客様に限り、さらに何だねああ研ぎ石やな普通に考えたら。でもさ、プラスチック製よな、プラスチックのものを研ぎ石で研ぐもんなんだろうか。まあいいや、研ぎ石にしとこうなんとさらにこれも一緒ですか。はい、ご注文の際にはなんとかショッピングを見たと伝えてください。よっしゃ、エクセレン。あ、研ぐ、あ、研ぐときは研ぎ石いるんやな、プラスチックでも。でもお高いんじゃないですか。よっしゃ、よくぞ聞いてくれました、任せてください。今回頑張らせていただきました。なんと破格の1980円でのご提供。うん、普通の包丁いくらでするかわからないから、高いのか安いのかわかんない。マジっすか、これはお買い得っすらしいです。さらに分割手数料は我が社が負担いたします。太っ腹っす。その他疑問質問等がございましたらお気軽にお電話ください。お問い合わせはこちらまで。今回は伊藤さんと私岡田でお送りいたしました。それではまた次の放送でお会いしましょう。さようならっす。どうだどうだ。おまけでなんとか伸び直したっていう感じじゃない。最低限だったさ、序盤の方。どうだ。おー、VIP 客。
パーティーで使いたいんだ。138個もいるか、お前包丁。お前何使うんそれ、なんなん絶対切る以外の用途で使うだろう、お前。なんなん、デスゲームの武器に包丁とか使うの、お前。よっしゃ、わかった。よっしゃ、お前めっちゃ稼いでる。VIP 客がめっちゃ稼いでる、お前。やった、ノルマ達成じゃ。すげえな。ふぅ。やっとテレビショッピングの司会者にも慣れてきたような。あ、いたんですね。お前、プロデューサーだぞ、お前。気がつくの遅すぎじゃん。ま、とりあえず、初のノルマ達成、おめでとうじゃん。ありがとうございます。この人ってやっぱりいつもこんな感じなのか。ま、もう気づいてるかもだけど。じゃじゃーん、なんと部屋の内装が変わってるじゃーん。あ、本当だ。おいおい、ナルタくんか。こんな感じ、ノルマ達成すれば部屋を豪華にしてあげるじゃん。自分のオフィスが綺麗になるのはいいですね。それにしてもキャラ濃いな。この人の方がお笑い芸人としてやっていけそうな感じがするもんな。あ、あと、俺からもプレゼントじゃん。やったー、ボーナスじゃー。え、いいですか、メガネ君が頑張ってるから番組の予算が上がったじゃん。あ、ありがとうございます、頑張ります。いいじゃん、いいじゃん、その調子で頑張るじゃん。すでに半分遊んで使ったとかいないじゃん。こらー、メガネ君を採用した、さすが俺天才。私の名前は岡田です。あー、メンゴメンゴ、田中くんね。こいつ上司でもなくていいかな、一文字もあってね。オッケー、じゃあ俺からはザギでシースータイムだから、バイビー。お疲れ様です。俺から奪った半分で使ってシースを食うとか、お前ずるぞ。お前やったぜ、オンエアレベル2。よっしゃ、もう一回ぐらいやろうか。パリパリ、やめとこ、これもうやめとこ、これは。皆様こんにちは、司会の岡田です。今回のゲストはこの方です、どうぞ。あら、どうも、パンサー幸子だ。やったー、誰だよ。さて、本日皆様にご紹介したいのは、アミちゃん食べる。それより口から何吐いてるんですか、あなたは。あ、いえ、大丈夫です。邪魔されてる。進行邪魔されてるやないか、お前。餃子あるから遠慮しせんとき。やめろ、大阪のおばちゃんも。やりにくそうにしてるやん、岡田さん。気を取り直して、本日皆様にご紹介したのはこちらです。いや、出たー、定番。テレビショッピングの定番、青汁。超豪華、何が豪華かは知らんけどな。夢の超豪華夢のアルファ青ジールのご案内です。エクセレント。実際のところは何が豪華で何が夢なんか分かったもんじゃないんだけどね。見てください、このあふれんばかりのゴージャス感。超豪華アルファ青ジールご紹介です。しかもご購入の皆様からこういうようなものが欲しかった、まるで夢のようなど多数の満足の声をいただいております。あそこが夢だったんじゃん、適当に夢って言ったら意外とあっとったわ。飲んで健康、すっきり飲みやすいタイプの青汁です。最近な、気づいてやっぱ体が達者なんが何よりになって。お、真面目なことを言い出したこのパンサーたちか、お前。ナイスパンサー、ナイスパンサー。手軽に健康になれればいいようですよね。女性にも大人気です。ではこちらの商品、何がすごいのかをご覧ください。よっしゃ、パフォーマンス。入れる、飲む、塗る、入れる、飲む、塗る。何入れるんじゃ、これ。何入れるんじゃ、これ。気になる。何入れるんじゃ、これ。はい。入浴剤か、これ。入浴剤だったのか。あとアヒル浮きすぎだよ、お前。お肌に優しい潤い成分を配合しておりますので、入浴剤としてお使いいただければ、まるで草に包まれたからのような空間に。使い方違うやろってツッコミが、すごい、すごくはない。
それでは実際に購入していただいた方の感想を聞いてみましょう。やっぱ、でもさ、逆に年取った人よりも逆に若いうちからこれ飲んでますっていう、それだけ効果がありますみたいな感じのところを見せよう。27歳スタッシさん、飲むきっかけは完全に寝た話でインスタグラムがインスタ映えせんだろ、どっちかって言ったらお前マニアックなところを手出したなお前だってみんな SNS に面白い画像を載せてるじゃないですか。ぶっちゃけ普通にまずいんで変化とか撮るときに飲んでるんですよねやめろ、マイナスイメージつくやろお前。見ます、おいの変化を27メーソー、むしろ一緒に撮りませんはは何言うてんねんこいつ真面目に突っ込んでくださる、ナイスパンサー、ナイスパンサーですよではまだ足りまへんな、もうちょっと勉強してや。仕方がありませんね。ではこの番組をご覧のお客様に限りさらに、つけもつけも金の目覚ましとかなんだお前、あと粉末トパーズって高級なもう見せて並べて比較させろよとするなお前金の目覚ましにしとこう。早起きも大事だぞお前、これ飲んでるだけじゃダメなんだぞ、早起きも大事だお前今から30分限定でこちらの金の目覚ましもお付けいたします。いやらしいわ、こんな重きで釣ろうと思ってんのバレたバレたねこれパンサーお前鋭いなお前、でもこんくらいで許したるわ、ありがとうございます。ご注文の際には必ずなんとかショッピング見たと伝えてください持ち直した。でずっと気になってんだけど、これなんぼなん、おまけもついてなんとメーカー希望額より半額の3700円でのご提供。ああこれでそんな値段でええん、はい3700円で大丈夫やで。ああ映ってる、関西弁映ってるで岡田さん、あんた関西ちゃうやろ。あはい頑張ったんや岡田さん、頑張ったんや。お問い合わせはこちらまで。今回はパンス幸子さんと私、岡田でお送りいたしました。やでー、まあ、最後まで映っとんやな、お前。売れた、こず、3個